黄色い星の子供たちは2010年のフランスの歴史映画。監督はローズボッシュ。出演はメラニー・ロランとジャン・レノなど。ナチス・ドイツの占領下にあったビシー政権時代のフランスを描いている。現在は一世謙虚の意。1942年7月16日、ナチス占領下のフランスでユダヤ人約1万3000人が味方であるはずの フランス警察に検挙され、ドイツの強制収容所に送られたベロドローム・ディベール大量検挙事件。わずかに生き残った400人の証言をもとに当時を再現。この事件に対して、フランス政府は1995年まで、ビシー政権はフランスではないとして、一切責任を認めようとしていなかった。ボシュ監督の夫の家族はユダヤ人であり、 劇中のウェイスマン一家の近所に居住していた。また自らの父も、フランシスコ・フランコに拘束された経験を持つ。そのためボッシュは、ベルデイブ事件を描くことを決意、当時を知るジョセフ・アイスマン、アネット・モノオに出会い、証言をもとに台本を書いた。主演に、コメディアンのガッド・エルマレを抜擢。しかし完全に畑違いのドラマチックな作品に一度は、ためらうものの、 台本を読み作品の奥深さに感動、出演を了承した。赤十字社で働く、諸国民の中の正義の人であったアネットモノを役には、ユダヤ系女優のメラニー・ロランを抜擢した。アロシネによれば、フランスのメディアによる24件の評論のうち、13件が5点満点中3点以上をつけており、平均で2.8点を得ている。ありがとうございます。